うございます。またスラミが、はい、やってきてくれます。いやいや、もう全然、今日は3人なんですけど、スペシャルゲストいる。え、今日はいる。はい、そうです、今日はいます。スペシャルゲスト、そのために来たからね。そうです、そのために来たと言っても過言ではないです。いや、そうだ、スペシャルゲスト、スペシャルゲスト呼びましょう。緊張しますね、緊張するよ。今までで一番大物でしょう。まあ、そうですね。ということで、お呼びしたいと思います。どうぞ。行きますよ。おはようございます。はじめまして。はじめまして、スラミです。スラミです。じゃあ自己紹介。車椅子バスケットボール日本代表の藤本怜央です。同じく永田博之です。同じく藤澤清です。よろしくお願いします。ということで、うん、今日は僕たちも体験しようと、体験させてくれる。でも最終的に今日の目標は 3-on-3 倒すので。そうだね、そのつもりで来てるから。ってことで早速ちょっとやりましょう。やりましょう。やりましょう。この真ん中のボタンを押してもらって、ちょっと浮かせて、もうすぐタイヤがはまるような。これがバスケ車か。はい。あ、これでも完成ですか。あ、これで完成。へえ。なんだ。なんか呼び方あるんですか、これ。一応僕らではバスケ車って。勉強してきてる。俺は結構勉強してる。え、何言ったじゃないですか、これ。勉強してきてんな。いや、勉強。このステップに足を置いて。でこれバンパーっつうんですけど、はい、これの中に足を収まってた方が安全かなと、はい、このベルトが足固定できそうなので、はい、でそこはそうです、腰を止めてもらって、ちょっとこれでいい具合に、ルールはめっちゃ詳しいんで、ボールとか、あ、はい、あの7号球使ってます、はい、でリングの高さとコートの広さは全く一緒、はいはいはい、唯一違うのが、はい、ダブルドリブルがないので、あ、はいはい、それ以外トラベリングもあるんで、はい、3回こいだらトラベリングになります。ドリブルしないで1、2、3でコートは PP ですね。1回2回3の P になるので、そこでダブルドリブルがないので、はい、1回2回で1回ドリブルつけばまた2回かけます。はいはい、全然ドリブルやめちゃってもドリブルつけてもう1回して、でまたもう、そうです。それでまた2本までならボケるので。ドリブルしながら飛ぶっていう感じ。あ、いいですね。さすが、さすが。あ、こういうことか。片方も、こう、やっぱ方向が分かんないね。そうですね、難しいです。でもそうやってる間にもう1本2本になっちゃうんで。どうしますか。はい、あ、そう。どうしながら。よーい、スタート。マジ早い。でも結構速くなかったですか。俺マジで本気でやった。あと俺まっすぐ走れない。最初背つけたし、最初背つけたで、まあ、バッパーついてるんですけど、はい、これで基本的にこう相手を止めたらファウルになっちゃうんで。あ、ファウルだ。ダメなの。相手が行こうとする方向に入ってます。あ、はいはい、タイヤで止める感じです。
例えば、フラミさんこっち行こうとしてるんだから、はい、ここに入って、このタイヤで止める、はい、いや、俺、勝てる気がします、結構代表に勝てる気がします。いや、ネタなんで、思ったよ。